はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今回何をやっていくかといったお話なんですが、前回というか昨日のアップデートで、来たガチャの内容をちょっと詳しく見ていこうかなと思います。で、1日1回10連無料もねちゃんと引いていきますよ。で、その前にですね、少しだけちょっとお話ししたいことがあるんですが、最近ですね、全然最近とか関係なかった、一応フォーメーションコンボのポジションエディットをやり直しまして、っていうのも、まあ、SWCC 予選でね、第一次予選でボロ負けでして、まあ、なんとかね突破できたんですけど、本当になんとかっていう感じだったんですよね。で、ただアリーナでね、プラチナディビジョンで今参加して、まあ、ほぼほぼなんていうんですかね、まあプラチナの方々なんで総合値19万とか16万とかそれと当たりつつも、普通に7連勝とかしたり、この13万制限でね、で、まあ、16621日で残留圏内まで行くってぐらいなので、悪くはないはずなんですよね。かなり安定して勝ってるんですよ、プラチナディビジョンの16万とかの方相手にね。なんでちょっとわからないんで、とりあえずこのまま2日目に今日は行ってみようかなと思います。ってことで、それではガチャの内容を見ていくんですが、アップダウン直前のカウントダウンはね1回置いておいて、この2つですね。まずはそれではこの1日1回10連無料の方を詳しく見ていきましょう。内容からね、提供割合はこんな感じ。星5の確率 10% ではなくて 5% でしたね。結構低めですね、 5%。 まあ出てくる選手たちがいい選手が多いので、まあ 10% ではなく 5% っていうところなのかなと思います。まあ、さらにね、ミッションクリアでもう10連引けるというところもありますので、もちろんね、銅コイン、銀コイン手に入れる、まあ、そして金コインにするっていう形で考えたら、まあ 5% ぐらいだろうと、これで 10% だったらちょっと、まあ、やりすぎなのかなと思うぐらいなものですよね。で、ですね、ミッションが来てまして、前半がアリーナ、で、後半があれだったかな、レジェンドマッチかをそれぞれねやると、5試合行うと、このアップデ直前スカウトチケットっていうものがもらえます。で、このスカウトチケットはこのね10連のところではなく、プレミアムのところではなく、チケットの方から来てるような感じですね。で、こっちも内容は同じです。で、提供割合も同じ 5% っていうような形でなっております。ちょっとね引く場所が違うので、毎日こっち引いてこっち引いてっていうのを繰り返してねやっていただけたらなと思います。さあ内容こんな感じですね。 5% で出てくる選手たちです、まあ、ゴールキーパーはなぜか安定のデヘア一人だけ、まあナバスとかはねスイーパーで出しにくいのもあるんでしょうけど、まあ安定のデヘアですよね、ずっとデヘア。確かあれなんだよね、常設ガチャで出てきたゴールキーパーってデヘアとチェフとナバスだけだったのかな。にしてもデヘアの時代が長いですよね、もう17、18シーズンですからね。っていう中で、じゃあこの選手たち見ていきましょう。まずはゴンサロ・イグアインですね。プロ意識が高い大舞台に強いコントロールシュート、ジャンピングヘッドということで、個人的なね段階で ABC の、格付けさせていただきたいと思います。イグアインはね個人的には C っていうのも、プロ意識が高い、まあ、正直あんまりいらない、かなりいらない、大舞台に強いもまあコントロールシュート、ジャンピングヘッド、まあ、すごくなんとも言えない万能、普通のタイプのプレイヤーなんで、わざわざね今ストライカー枠でイグアイン取る必要は、まあ、イグアイン使う必要はないんじゃないかなと思います。さあじゃあそうしたらですね、同じストライカー枠で言ったら ABC の B ファルカオです。評価は中盤 B ですね。フィジカルスターいい特徴を持っております。タフガイもね、まあ、私こあんま悪くはないかな、ないよりはマシっていう程度で、スキル、そして能力に関しましては、あんまり意外と変わらないかなといったようなところです。はい。さあ、じゃあ、レフトウィング、ラッシュフォード、ABC の C です。ホームとタフガイっていう恐ろしく使えない2つの特徴。で、トラップ、ドリブルっていう何とも言えないスキル。で、能力アップのところもなんかスタミナもついてるし、まあ、何とも言えない能力。ドリブルしかできない。悲しい選手。はい、ラッシュフォードでございます。私は好きですけどね。
さあ、そしたらアレックス・イオビですね。イオビは ABC、 純粋に見たら個人的にはこれ A かなと思います。っていうのもね、能力のところフィジカルと、攻撃能力シュート以外のところがちゃんと ABAB でね、パス取りそれぞれ振られているので、パスドリブルの、上昇値がかなり高いっていうのがあります。でスパサブフィジカル、まあ無駄がない特徴ですよね。後半からレフトウィング、カウンターで投入するのであれば全然悪くないね。今でも普通に1000球の活躍できるんじゃないかなと思うぐらい、いい特徴です。まあスーパーサブっていうのがやっぱ大きいですよね。シュートドリブルダイアップとかね、パスとパス、シュートとパスカットダイアップとかが流行ってる中、まあ全能力ダイアップですからね。やっぱスパサブ持ち後半から投入するんだったらめちゃくちゃ強い。サンチェス、はい、何も言うところがありません。特徴がフィジカルスタート、ドリブルマスターしかない。はい、終わり。 C。 さあメストエジルですね。プロ意識が高い大舞台に強いゴンサロ・イグワインのトップ下バンティってような感じでしょうか。まあマジカルパス、スラロームドリブルっていうのも相まってこちらも C ですね。プレスキック微妙についてるんだけど C じゃ正直意味がないっていうような感じのエジル、残念でございます。さあピャニッチですね。ピャニッチこれも C かな。連携タフガイ、なんとも言えない。スキルも微妙、能力もって感じ。スタミナ振ってるけどいるそれっていう感じですよね。ピャニッチ、もうちょっとピャニッチ強くていいんじゃないって思いますけどね。エジルとかもね。さあそしてハメス・ロドリゲスね。今回の中では間違いなく A、 1、2を争うスーパープレイヤー。ガラスの左足っていう万能な特徴に根性っていう万能な特徴で、まあスキルはねシュートパス安定で、まあこれもシュートなんですけど、いやこれは十分強いですよね。まあ唯一欠点を挙げるとしたらね、この能力上昇のところのプレスキックの値が、やけに高いところ。ただね、まあこれを補ってあまりあるだけの特徴を持ってくれてるのかなと思います。うん、わ最悪ね、最悪誰もいなかったらハメスにプレレスキック蹴らせればいいんじゃないっていうようなレベルです。さあペロッティですね。連携超回復 ABC の B でございます。左のスラローマーということで、今回のベルギーの監督でもね使えるので、まあ、星5の選手の中ではかなりいい方なのかなと。まあ引けたらぜひぜひあのフォーメーションで使っていただいたらね、超回復も持ってますし、ちゃんと守備もできるので、個人的には、A でもいいかなと思う選手です。ただ、スラローマあのフォーメーション以外ね、まあ、なかなか使いどころがないので、ちょっと B で。で、シャキリも B ですね。根性、フィジカル、右のアタッカー。右のアタッカーもね、今、レジェマの選手とかもいるので、わざわざちょっとシャキリにこだわらなくてもいいかなといったところ。やっぱ両ライトレフトミドフィルダー難しいですよね。でブレイズ・マチュイリですね。マチュイリは私これ C です。能力値がスタミナに振りすぎ、特徴も回復とかスタミナ系に振りすぎ、悪くはないんだけど、とにかくスタミナに能力を抑えちゃってるせいでスタミナマンと化してしまっています、マチュイリ。さあレアンドロ・パレデスですね。まあ、これも C でしょう。ホームとタフガイっていう何とも言えない特徴、で何とも言えない能力、何とも言えないスキル。パレデスこそもうちょっとね、なんかどうにかならなかったのって感じ。さあマリオ・ルイはこちらは A ですね。超回復とフィジカル、優秀な特徴2つ持っていて、ワイドフィードいいですよね。ロングレンジドリブルこれも悪くない。さらに能力アップの部分見ていただいたら分かるんですが、スタミナアップついてるとはいえ本当に無駄がない。パス、ドリブルそれぞれ AB 上昇、パスカットが BC 上昇と。いや、マリオ類いいですね。さあ、お次がホセガヤですね。ガラスの左足とプロ意識が高いコンダクターピンポイントクロス。能力も無駄がない。これも A じゃないかなと思います。レフトサイドバックのクロサーで言ったらフィリピ・ルイスとかがいるんですけれども、間違いなくホセガヤの方がいいですね。デシリオに関しては強肩がついているので結構優秀かなと思いつつ、途中出場もついてます。途中交代で出すんだったらね、能力のこの無駄のなさも含めて私個人的にはこれも A でいいんじゃないかなと。ただ若干総合値が低いんですよね。でアスピリクエタがフィジカル回復、これは B ですね。ステップドリブル、まあさっきの人たちとあんま変わらないでしょって思うかもしれないんですけど、なんかトラップがやけに高い。あんまサイドバックトラップいらないんじゃないって個人的には思うんですよね。でホセマリア姫ですね。フィジカル強肩カットマン、いやこれいいですよね。まあメンタルそしてスタミナ振られてるとはいえ個人的には使いやすい。強肩とフィジカルって羨ましいってか嬉しいですよね。これも A でしょう。
そしてラウール・アルビオルね、連携タフガイ、なんとも言えないパワフルタックルもなんとも言えない、能力はすごい優秀。ただこちらは B ですね。やっぱ特徴微妙だとどうしても評価下がりがちかなっていったような感じの選手たちでございます。まあみんな悪くはないんだけどね。ってことで早速今回の分のガチャを引いていきましょう。さあ狙うはハメス。もうね、あのハメスが本当に欲しい。まあただ5、あれお前星5じゃなかったただね、星5の確率 5% って聞くとね、どうしてもちょっとなんか半諦めが出てしまいますよね。レナント・タピア、ドリブル20丸、星4ですね。クワドー・アサモアか。アサモア・クワドーって書かれるともう何がなんだかわからんな。さあ星5の確率 5% か、厳しいな。厳しいですね、 5%。 まあ無料でね引けるので、まあ、文句も言ってられないんですけど、いやー 5% か。20連して 70% くらいだったっけ、出る確率が。さあ来い。とりあえず今回何連できるんだっけ、合計250連ぐらいできるので、まあ10人ぐらい出てくれたらいいかな。さあインモービレ、 5% の壁が高いぞ。ルーベン・ペレス、はい来い、頼む、来い来い来い。うん、マクレガーね、スコットランド、はい。いやー微妙そうかな。マキシミリアーノ・ゴメス、ちょっと厳しいね、 5% 来ないね。ピッツィ、ああ、お、まさかの全員持ってる。星4の確率もちょっと低いのかな。まあちょっと残念なところではありますが、しょうがないですね。まあ 5% ってなったらこんなもんかな。来た方がレアって感じだもんね。ってことで今回ね、こんな感じの動画にさせていただきました。明日こそはね、ちょっと星5引けるように運営に媚び打って行こうと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。